星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。皆さんこんばんは、星持ち彗星です。皆さんこんばんは、田所あずさです。この番組は交わらない平行線な世界にいる VTuber である私星持ち彗星と声優田所あずさの2人がラジオを通じて声優と VTuber の垣根を越えて次元を越えていく番組です。はい、センスク131回目ということで、今日は暑いですね。今日は暑いです ね天気も良くないですね。そうですね、じめじめとした、はい、良くない天気で、はい、はい、そんな今日は、はい、どうですか。そんな今日のセンスクはどうですか。言わないな、なんか言わないな。今日は、はい、最終回です。じゃじゃーん、ついにですよ。もうなんと着々と終わりへと向かっています、うん、早く終わりたいんだ。じゃあ違う、残り時間がどんどん減っているから、うん、そうですね、もっと身のある話をしようと。はい、はい、じゃあお願いします。はい、ということで早速始めていきましょう。星持彗星、田所あずさ、平行線スクランブル、最終回も平行線からスタートします。星持彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。改めまして、星持彗星です。田所あずさです。はい、最終回なので、はい、思い出を話してほしそうにしているスタッフさんが、メモ書き程度に楽曲とか、うん、なんか何の企画やったかみたいな2年半分をね、資料にまとめて渡してくれました、うん、はい、この表を見ながら思い出トークをしようと思うんですが、でもなんか不思議とさ、はい、なんかそんなに昔な感じしないんだよな。なんかでも、うん、私はかけてる曲的に、うん、あ、割と前やなって思ってる。まあね、曲でもさ、アキネーターごっことか最近やんなかったっけ。アキネーターごっこそんなやったっけ。別番組でやったんすか。アキネーターごっこなんて今更やる番組ないよ。2021年ですからね、これもね、うん、やってるのは。そうか、だって最初にネクストカラープラネット流してるってことは多分、どうだっけ、ファーストアルバムが発売されてないくらいか、私。うん、そうだった気がするね。結構前かも、そう思うと。てかの、あれなんじゃない、このさ、にらめっこ。何やらしてんですか。あ、それめっちゃ覚えてる、それめっちゃ覚えてる。にらめっこをやりたくなくて2人でめっちゃ話を伸ばしてたのに全然できちゃったという。いや、マジラジオでやらせないでください。意味わからん。リモートでハモれるかも。でも楽しかったですよね、リモートハモれるか対決臨床みたいな。いや、これは、いや、なんかそうね、結構リモート多かったもんね。でもなんかあれじゃない、結構なんか、うん、こうやっぱ最初と今のやつを見比べるとさ、うん、こうまださ、ちゃんこさんとかリスナーさんとかもさ、うん、こうなんか私たちのことあんまり知ってない感じの、うん、なんか誰にでも当てがう系の誰でも盛り上がるよ。誰、そうそう、なんかね、見えるね、歴史で、歴史を感じるね。今ら辺は何でもクイズ系多くない。うん、やっぱうちらが盛り上がるからじゃない、ね、クイズ、クイズが好きだからな、うん、でも最後の、うん、最後ら辺にやった口で打ち上げ花火本当にあれも最悪だよね。何何なの、こればっかりは。何これ、意味わからん。でもそうだよね、うん、始まったばかりにやったら気まずい空気になってたかもしれない。そうそうそう、できないよ。そうだね、心臓痛くなるよ本当に。あ、田所さんどうでしたかみたいな。すごい良かったよ。すごい花火みたいな。やばすぎ、うん、あとなんかあれだね、ご時世的にリモートがめちゃくちゃある ねそう、多かったね、うん、あとちょっとスイちゃんが休みすぎてるかな、うん、いや、そんなことないですよね。スイちゃん休みすぎかな。いやいや、131のうちの何分の1ですか、うん、でも9回ぐらい休んでるんですよね。131分の9は少ないですよ。いやいやいや、そんなわけないからね。でもコロちゃんは本当に出席しましたね、うん、しっかり、うん、皆勤賞、普通だからね。皆勤賞だね。
下手したらコロちゃんだけじゃない。あ、そう、確かに。ちゃんこさんもなんか入院とかして。確かに、スタッフさん結構。あ、確かにね。そうだ。うわ、ちょっとやる気ないんじゃないですか。社会人としてどうなの、社会人として。しょうがないよね、うん、そんなね。そりゃ終わるか。出席日数が低すぎるという理由でやめます。制服は終わります。そう、はいはい。そしてね、今回はですね、先週の最後にも言いましたけれども、はい、希望を出していた、うん、催眠術を、お、こちら、催眠術師の方です。いない。何ですかこれは。声もしない。何ですかこれは。自分たちでかけろということらしい。もうそういうことだよ。だからセンスクに誰もやる気がない。最終回でこのままなんだから。だから終わったのか。だからだよ。誰も愛してくれてないセンスクのことなんて。みんな愛してるもんね、センスクのことね。愛してないよ、適当に。一応2人でもやれそうな催眠術を調べてくれたらしいので、それをやっていきたいと思います。はい。でなんかね、別の紙をもう用意されてて、うん、どっちからかけ、あ、じゃあ私がかけます。分かった、じゃあかかります。信じてるかな。では参ります。はい。音楽作る。利き腕はどちらですか。右。それでは右手をぐっと握ってください。握った。そして親指を立てて爪の一点をじーっと見てください。見てますか。じーっとですよ、うん、集中してくださいね。じーっと、じーっと見ていると意識がどんどん集中していきます。意識が集中してくると、あなたの見てがどん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 固くなっていきます。まるで石のように固くなります。もう今石になってます。どん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 石になってます。3つ数えると手が固まって開けません。1つ、2つ、3つ、はい、固い、もう固い。病。ねえ、石にしてよ。なんで病で開いたじゃん。なんでもうだってこの次もあるんだよ。3つ数えると開くことができます、うん、1つ、2つ、3つ、開けますか。もう開いてるんだよ。もうずつパーだね、あれ見て、もうさ、握りすぎてここにさ爪の跡ついてるぐらい。しっかり握ってくれてんのに。めっちゃ開いたんですけど。石にならない。あ、では次いきますよ。ちょっと本気出してください。催眠術師さん、立ち上がってください。はい、立ち上がるね。はい、立ち上がった。肩からつま先まで壁にぴったりと密着させます。はい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 、つきましたね。ついた。肩側、はい、あ、そうね、肩からつま先まで、壁側の腕を上げてしっかりとくっつけてください。壁側の腕、はい、はい、壁にくっついていない方の足を上げられません。え、それはさ、普通に無理じゃない。え、それは違う、人間の仕組みとして無理だ。さあ、やってみてください。さあ。成功。じゃじゃーん。いや、これは人間の仕組みだもん。ずるいわマジで。こういうことの繰り返しで人間を信じられなくなるんだよ。あ、でもね、まだまだ髪ある。あ、じゃあいきますよ。はい。人差し指と中指を交差させます。人差し指と中指、はい、私これ知ってる。目をつぶってください。はい。では今から、あの、私がですね、何本かのペンで、うん、あの、あなたの指をこすりますので、うん、そのペンが何本か当ててください。それ関係ある、催眠術。さあ、何本ですか。1本。終了ですね。舐めてんのか。人を。え、でもこれさ、違うの、うん、昔テレビでやってた、こうすると2本に感じるよねっていう、うん、いる、明らかに。もうちょっと、もうちょっと交差して、はい、ちょっと日本っぽくない、ま、あ、でもなんか、まあ言われて、あ、そう、あ、分かった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 、あ、言われてみれば分かる、はい、じゃじゃーん。
まあこっちの努力が大事ってことだね。そうだね、まあそれもわかる、うん、はい、あ、じゃあちょっと最後はコロちゃんかけてもらって、私に。あ、分かった、任せて。はい、椅子に深く座ってください。はいはいはい、指を一本、私指を一本、おでこに当てるんでしょ。左に当ててください、はい、当ててください。いや、誰が当てるんですか。あ、コロちゃんが。私が、うん、はい、はい、当てた。すると立ち上がれません。この状態で座ってる人に立ち上がってみろよと言います。はい、立ち上がる。全然立てるじゃん。ちょっとこの椅子良くない。ローラーついてるから、ローラー向いてなかった。それの原理は、うん、人は立つときにこうやって前傾になってから立つから、うん、こうされてると立てないよねっていう。あ、じゃあちょっと壁側に。壁側に。壁側に。やばいやばい、怖い。いや、殺されるは私の指で田所さんの額を軽く当てます。はい、軽く。では立ってみてください。体感よ。じゃじゃ。体感よ。ちょっと体感の良さが出ちゃう。人間は立てます。ねえ、ふざけないで。ダメじゃん、終わったし。ふざけないで。終わりやん。最悪だよ。こんなんでいいのかよ最終回。でもね、うん、あのまだ最終回惜しんでいるリスナーの皆さんからのメールがあります。本当に惜しめる。これで最終回っぽい空気を作っていきたいと思います。はい、ラジオネームセラさんからいただきました。ありがとうございます。スイちゃん、コロちゃん、こんばんは。こんばんは。センスク10月1日までと聞いていても立ってもいられずお手紙しました。うんうん、センスク始まってかれこれもう2年半。うん、現地イベントもあったりたくさん楽しい時間を過ごさせていただきました。うん、スイちゃん、コロちゃんの YouTube コラボもめっちゃ楽しみに待っていますので、うん、ぜひぜひやってほしいなと思っています。うん、スタッフの皆さんもゲーミング肉寿司や激辛試食などたくさん楽しいイベントありがとうございました。うん、現地イベントではコロちゃんが V 化するなどびっくり楽しい出来事もあったり、うん、コロちゃんの V 衣装あそこだけはやっぱりもったいないと思うので、うん、またどっかで使ってほしいなと思っています。うん、YouTube コラボとかぜひまたどこかで交わることがありますように、うん、今までたくさんたくさん楽しい時間をありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、いいですね、いい感じの惜しんでる。いいですね、惜しんでるメール。こんなことしてるなんてまだ まだ知らないからね。まだ知らない。リスナーの皆さんは。はい、はい、ペンネーム赤身みがめさんからいただきました。はい、ありがとうございます。スイちゃん、コロちゃん、どこせい、どこせい。これを言うのも最後になると考えると悲しいです。はい、これまでいろんなイベントやお話を聞けて本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。はい、個人的に好きな回はマウントの取り合い大会でした。あったな。最初に比べて仲が深まったことを実感した回だったので印象に残っています。うん、長々と書いていても本当にキリがないのでここらで最後に言わせてください。2年以上もリスナーを楽しませてくれてありがとうございました。またどこかで絡みが見られたら嬉しいな。ありがとうございます。嬉しいね。なんかさ、だいたいラジオってさ、うん、なんかそのメールの最初の挨拶と最後の挨拶みたいなって決めるやん。うんうんうん、うちらも決めようとしてたやん最初。してたその結果決まんなくて、うん、なんか勝手にどこせいが多めになってたね。そう、馴染んでたっていう。そうかも。もう、 うちらも何も思わなくなった。どこせいに対して言われたよ、ね、に言う。だから最近聞いた人はどこせいが何なのか分かってないんじゃない。結局何だったの。何だったっけ。どこせい。両方の名前じゃない。田所福島水せい。ああ。田どこどこ。田どこ。あ、田ど。あ、そういうことか。ああ、でもなんかいいね結構。あれそうだっけ。決めました。決めました。どこせいに決定。どこせい。終わるのに。では次、はい、ラジオネームなおとさんからいただきました。ありがとうございます。スイちゃん、コロちゃん、ちゃんこさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、どこせい、どこせい。コロちゃんの少し内気な感じとスイちゃんのギャルしゃべりが織りなすハーモニーに魅了されセンスクの大ファンになりました。うん、今までの放送どれも楽しく聞かせていただきましたが印象に残った回を一つ挙げるならコロちゃんには悪いけど
ファースト写真集の写真が送られてきた第60回です誰か拾ってくださいにゃをいじるスイちゃんと、うん、メールを送った大ファンと思われるリスナーに、うん、あなた私のファンじゃないよできんとブチギレるコロちゃんに大爆笑しましたひどひどあなたですよ私はひどくないよ3年目突入イベントでオフラインイベントが開催され、うん、幸運なことに現地参加できたのもいい思い出です、うんうん、センスクはどのくらいファンがいるのか未知数でしたがファンでごった返し満席となった会場には圧倒されました、うん、大好きなセンスク終了とのことで大変寂しいですが平行線からついに交わったスイちゃんコロちゃんの関係がこの先も続いてくれたら嬉しいです、うん、今まで楽しい時間を本当にありがとうございました、うん、これからのスイちゃんコロちゃんのさらなるご活躍を心よりお祈りしておりますとのことでした。ありがとうございます。丁寧です。直人さん丁寧、ね、すごい。でお次ラジオネームラムネさんからいただきました。ます。スイちゃんコロちゃんどこせい、どこせい。普段は聞く専門だったのですが最終回と聞きこれはメールを送らなくてはと思い送らせていただきました、うん、2人に質問です。センスクを通して2人が考える一番交わった瞬間はどこですか。またここだけは理解できないと思ったところも教えてください。センスクが終わってしまうのは寂しいですがこれからも2人の活躍を全力で応援させていただきたいと思います。はい。交わったなってところだよね。なんだろう。まあでもさやっぱコーナーが嫌だっていう気持ちは結構交わるよ、ね、どうにかして2人であの時のにらめっこの時のさ2人の団結力やばかった。そうそう何も言ってないのにいや長引かせるぞって気持ちがとても感じられましたね、うん、あれは結構気持ち一つになったんじゃないかなって思うね。とかまあベタで言うと、うん、あのイベントの時とかね、うん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 、ね、そうだね、本当に交わったしね、ね、次元的にもね、ご飯もね交わったよね。そうだよ、一回だって焼肉行ってますから、うん、一緒に。たったの一回ね。いやいや一回ってでかいから100回ぐらいだから一回って。二回目なかったからねちなみに。二回目はまあ仕方なくね、いろんな不運が重なってね、行、うん、けなかったけども惜しくも。明日行こうか明日。いやいや、あ明日。ちょっと明日ごめんなさい、ちょっと仕事。明日、いやでも明日は21時くらい。いやちょっとまだあれ仕事長引いて押す予定だから。押す予定なんだ。押す予定があるの。でもそれこそ焼肉だったら、うん、あのタンが好きとか、あ確かに好きなお肉は一緒だったね、うん、結構、うん、確かにね、うんうん、なんか食とかは結構、うん、合ってたかもね。辛いの好きみたいな。そうだね、そこまで離れてなかったね、うん、ね。スイちゃん偏食だけど甘いの嫌いとかね。あそうだね、確かにそれは一緒だったかも、ね、そこは平行線です、うん、平行線ではなかったですですね、はい。まあ、理解できないのは、はい、でもやっぱ、うん、嫌いなものが多すぎるいいじゃん、あまりにも多い。いいじゃん、草なんだよ野菜は。草おいしいじゃん。草です。草おいしいじゃん。コロちゃんの理解できない、うん、ご飯に全然いかない、うん、理解できるでしょ。 ご飯への嫌度がすごい、うん、理解してすごいなと思いましたね、まあ、確かにそこは交われない部分だ ね、うん、ね、もう全然気にせず誘いますからね。すごい心臓強いというわけでたくさんのお便りありがとうございました。おしまつ彗星田所あずさ平行線スクランブル。平行線は交わったしもう番組が終了することが決定しましたが、もっとお腹が深まるような企画を行って親睦を深めようというコーナーです。はい、はい、ついにこのコーナーも最後、はい、では最後のメールを紹介します。ラジオネームムッシュさんからいただきました。スイちゃんコラーズさんこんばんは。こんばんは。最後なのでお二人がどれだけ仲良くなったのか見させてください。王道の2人で答えを合わせましょうをやってください。はい。出されたお題に対して打ち合わせせずに答えを合わせましょう。番組が終了してしまうほど仲良くなってしまったお二人ならもしかしたらパーフェクトが出せるかも。はい、はい、ということで今日はせーので答えを合わせる王道企画をやっていきます。はい。原点回帰、これやったことあるんでしたっけ、うん、絶対やったことある。なんかありそうだよね、うん、はい。じゃあさすがに今回はもう全問合うんじゃないかということで、はい、早速やっていきましょう。はい、合うでしょう。これはひらがなで二文字の都道府県といえば。私はもう出た
もうこれだね。あ、もういいや。これだ、これだ、これだよね。わかった。せーの、ちば。え、なんで終わりや。やめ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 、もうしまいや。はい、次、辛い食べ物といえば、あ、これはもうあれにしよう、あれにしよう、あ、あれね、うん、あれ待って、なんだったっけ。もうさ、私たちのさ、うん、思い出の味じゃん。 あれだよね、うん、え、いくよ、せーの、プルダックボックミョ。よし、これはよ。これシンガポールにもありました。そうなんだ。そう、世界に人気なんだね。はい、遊園地のメインアトラクションといえば、うわ、これ分かれそう。決まったね。ちょっとスイちゃんに合わせに行こう。うん、せーの、ジェットコースター。はい、ありがとうございます。よしよし、はい、次、黒い飲み物といえば、じゃあ行きますよ、せーの、コーラ。おいいですよ、いいですよ、このスピード感がいいな。持ち合ってる、いいよ。はい、制服といえば、せーの、日曜日、文化放送。紹介になっちゃう。いや、むずいね。制服といえば、制服といえばって何。いや、よくわかんないね。うん、うん、終わり、終了。はい、最後に私たちの絆を見せることができたかな。まあ、でも見せれた気がする。ということで、以上、スクランブルプランのコーナーでした。星町水星、田所あずさ、平行線スクランブル。お送りしてきました、星町水星、田所あずさ、平行線スクランブル。私たちの平行線が交わったため、この番組もそろそろおしまいの時間です。はい、またこの番組、本日から1週間後に今回のアーカイブが文化放送 V&R チャンネルにアップされますので、ぜひチェックしてください。ということで、最終回の放送いかがでしたでしょうか。もうあまりにもいつも通り、そうですね、あのメールの内容だけ。本当に本当にそれだけ。すごいね、こんなことになるんですよ。すごい、え、なんか今までいろいろとラジオ最終回をね経験してると思いますけど、うんうんうん、その時はどんな感じなの。あ、でもそれこそ日本放送さんで7年やったラジオとかは、うん、なんか多分最終回スペシャルみたいな感じで、うん、カラオケ大会とかやらせてもらったような思い出がある気がする、まあ、だからいつものコーナーとかもバーンってやって、うん、もう全編そういうみたいな、だからセンスかコーナーもちゃんと全部やって。いつも通りすぎる、うん、まあまあね、うん、いいよ、カラオケ大会なんか。いいよ、うん、催眠スペシャル。何ですかあれ、本当に。確かに催眠スペシャルだし、うん、あのラジオで分かりにくいし。何ですかあれ、立てたかどうかも分からない。わーギャーみたいな声しか聞こえないんだから。はい、そんな感じでね、はい、お知らせ、お知らせ、はい、じゃあまず田所からです。10月5日木曜日25時からテレビアニメレールロマネスク2が東京 MX で放送開始です。私はキリコ役で出演いたします。また私が最上静香役で出演しておりますアニメミリオンライブが10月8日日曜日10時から朝10時からテレビ東京系6局にて放送開始になりますので、よろしくお願いします。はい、スイちゃんからです。12月8日から12月10日に幕張メッセで開催されるジャンルや国境を越える新時代のクロスカルチャー音楽フェスエクソコンに星町水星が出演します。私は12月8日に出演予定です。ぜひ会場に足を運んできてくれると嬉しいです。現地チケットは発売中ですので、詳しくはエクソコンのホームページをご覧ください。はい、はい、では、私たちから最後に一言ずつ改めてご挨拶したいと思います、うん、一言ずつ、苦手なやつや、はい、じゃあまず私から、はい、今まで本当にありがとう。あ、そんな空気でいいんだ。あ、それでいいんだ。いやでも本当にね、うん、まあ別のね職業ということで、うん、はい、最初はこう、まあ、戸惑いもあったけれども、はい、あのスイちゃんと、まあ、スイちゃんの性格というかね、はい、あっけらかんとした、はい、あっけらかん竹を斧で割ったかのような、はい、終わりました斧でようなね、うん、性格の、はい、方でよかったなと思いました。コロちゃんキュン。ちょっと変な声だ。はい、なのでね、あとやっぱり別のね職業の方ってことで、うん、やっぱ知らない世界をいっぱい教えてもらえて、うんうん、あとすごい機械のことも教えてくれて、教えました、はい、あとゲームのこととかもめっちゃ聞けたりして、はい、すごく私の生活的にも潤うような、うん、あ、よかったです、ラジオだったなと思います、はいはい、
なかなかこれからは会えなくなっちゃうと思うんだけど、はい、会えるけどね本当に悲しい、はい、このラジオが唯一ついちゃった会える場だったからいやいや本当に悲しい、うん、悲しいけど、うん、またいつか会える日を、うん、願ってえ健康あの陰ながら応援してますので、はい、陰ながらなのまたいつか、はい、あの交われる日を楽しみに待ってます、はい、一言投げよありがとうございましたはい、では、スイちゃんからです、うん、まあ、平行線スクランブルね、うん、声優さんとやるということでですね、うん、いろんななんかどんな人がいいですか、うん、みたいな声をかけられた時に、うん、じゃあ田所あずささんでっつって、いうことでなったんですけれども指名だったんだあそうですよ嬉しいまさかのそうだよホリプロから誰か一人じゃないよあそうなんだそうだよ全声優の田所あずささんでっつって、いうことで一緒にやらせてもらいましたけれども、うん、なんか声優さんのいろんなことも知れましたし、うん、なんかあとねえいろいろ言われてたけど、うん、井戸端会議とかそうね給湯室とか給湯室言われてたね言われてましたけどなんか最後までなんかそんな感じでよかったなと思いましたし、うんうん明日2人でご飯行きますちょやめて、スペースもねやりたいと思いますしスペースやろう YouTube でのゲームコラボとかもやりたいと思いますし本当やろう、うん、やりたいですよやりたいと思いますし、うん、これからもね平行線スクランブル終わっちゃいますけれども、うんコロスイは続きますので、うん、コロスイはコロスイはいいですねねえなんかコロちゃんは終わりそうな感じしてますけどでもやっぱり直接会うっていうのはなかなかやっぱ難しくない、うん、あ全然会うんで全然会うんで明日ご飯行くしいやいやいやはいっていう感じで、はい締めさせていただきたいと思いますはいありがとうございますちゃんこさんですあ、ちゃんこさんあ、ちゃんこさんですちゃんこさんからあ、いいらしいですいいあ、いやらしいですいいんですかうん寂しいなちゃんこさんありがとうございましたはい、はい、はい、というわけで、名残惜しいですがこの辺でお別れとなります2年半のお相手は星町水星と田所あずさでしたバイバイありがとうございましたありがとうございましたバイバイ